養鶏とは、鳥を飼育することである。農業分野の畜産の一種で、鶏卵の灰卵や食用鶏肉の生産を目的として、鶏を飼うことを指す。食肉用鶏の大多数は、ブロイラーと称する、限られた特定の品種である。採卵用踊は、レイヤーと称し、ヒヨコの死骸は、人手で選別する。アイガンドリの繁殖、飼育も、養鶏の扱いになる。 農家の庭先など小規模なものを除外して産業として大規模に運営される養鶏業は国際的に極めて確一的で平準化された生産手段をとっている。鶏卵や鶏肉は他の生産者と差別化が難しい商品である。特定の品種を除けばブランド差別化はあまり行われていない。 海外のサイラン養鶏は、刑事フリーを採用した平らイランへ移行しており、日本の生産環境と差異がある。鳥を飼うための施設は、養鶏場と称する。かつては、話し飼いや平ら海も行われていたが、現在の養鶏は、傾斜内にほとんど隙間なく刑事を設置して飼う刑事会が主流で、日本は、一つの養鶏場で、小規模で、数万は、大規模では、 数十万羽が飼われている。養鶏の大規模化に伴い、悪臭など公害対策のほか、鳥インフルエンザをはじめとした、家畜伝染病の対策が重要である。一般人の立ち入りを極端に制限し、野鳥などの侵入を防止するため、鶏者の窓や、換気口にネットを張るなど、厳重に貿易している。鶏が排泄する鶏粉は、産業廃棄物として処理されるほか、 対比として利用されることもある。収容波数の少ない飼育に適し、自然換気が可能な傾斜である。自然の影響を受けやすく、夏や冬は配慮を要する。他の傾斜にも共通する仕組みとして、1階型の低床式と2階型の高い床式がある。高い床式は1階に噴が落下するが堆積した噴が、ハエの発生源になる欠点もある。開放傾斜は、 ウィンドレス傾斜に比べてサルモネラ菌の発生率が低い。2008年にはバイオマスエタノールの需要拡大に伴い飼料のトウモロコシなどの価格が高騰してしまった。馬の傾斜、壁で閉鎖された傾斜である。大場数飼育に適し、大型の換気扇で換気する。貿易の観点から日本では激増しているが、鳥の活動低下や健康阻害などが発生し、 動物福祉の観点から、傾斜には窓をつけ、天気の良い日は、外の新鮮な空気、自然光を取り入れることが適切な飼育とされて、世界的に減少傾向にある。鳥インフルエンザは、ウィンドレス傾斜でも発生する。壁の一部に設けたカーテンが、開閉可能な傾斜で、自然と換気扇を併用した換気が行われる。バタリー傾斜斜欄用に飼育される、商業鳥の銘柄に、 ジュリア・ライトやボリス・ブラウンなどがある。これらの商業鳥は採卵に特化した品種改変が行われているため、肉用に適さない。卵を産まないオスは、ヒナの死有間別で殺処分され、卵を産むメスのみが飼育される。メスのヒナは百発か年頃まで育成用のケージで群害され、その後採卵用の成形ケージに移動される。 過密な群害によりヒナ同士のつつき合いが広がりやすく、傷つくヒナが出てくる。そのためくちばしを切断する。日本の採卵養鶏は2014年に83.7%がくちばしを切断している。採卵養鶏は大量生産のために採卵効率を最優先し、バタリー系自飼育が一般的である。 日本のラン用形状は2014年時点で92%がバタリー刑事飼育である。バタリー刑事はワイヤー製刑事を重ねて鶏を収容する飼育方式のことで、日本の一般的な飼育密度は1羽あたり370平方センチメートル以上4302未満程度である。災難鳥は150日年頃から産卵を始める。 産卵を開始して約1年が経過すると、卵質や産卵率が低下し、自然に管理して、休産期に入る鶏が出てくる。自然管理は、経営群からの採卵が不均一となり、経営に難点を生ずる。生産性を考慮して管理前に屠殺する場合もあるが、長期間使用する場合は、強制管理する。強制管理とは、鳥を絶食などの休時制限により、 栄養不足にさせることで、新しい羽を抜け変わらせることである。強制管具を行うことで鳥の死亡率が高まるが、こうすることで、卵の生産状態を揃え卵質を向上させることができる。日本の採卵養鶏は2014年で66%が強制管理している。強制管具後、約8ヶ月間産卵させ、屠殺する。屠殺された採卵鳥は、 チキンスープの出汁、ペットフード、肥料などに利用される。鳥は、祭事や探索行動で1日に1万5000回地面をつつく動物であり、この強い欲求への配慮が欠ける環境下では仲間同士で傷つけ合うことにつながる。そのためつつかれた鶏が傷つくことを防ぐため、デビークというくちばしの切断処置が5日年頃のひなに行われる。この処置は、出血や 慢性的な痛みのほか、神経症や活動低下、死亡のリスクも伴う。上述にもあるように2014年時点の日本の採卵用形状のデビーク率は83.7%であり、電気化音式と赤外線式の二通りのやり方がある。産卵率や卵質が悪くなってくると採卵鳥は廃取りとなり、加工肉用などのため出荷される。 買い取の経済的価値は極めて低く、そのため出荷カゴへ入れ替える補聴作業にも迅速性が求められ、おのずと扱いが乱暴になってしまいドリへの苦痛が生じている。これは日本養鶏協会も問題がないとは言えない行為と考えており、関係者へのアニマルウェルフェアの一層の周知が図られている。災難取りの大規模買い処理施設は2016年で、 全国に32施設ある。地域の偏在、農場の大規模化などから、廃鳥の搬入から処理終了までの保管期間が長時間化している。処理施設は、鳥のケージを積み重ねており、上段の鳥の糞尿や割れた卵は、下段の鳥へ落下し、地面にうじが発生する事例や、一つのケージ内で複数羽が骨折、圧迫し、野生動物に襲われる事例も確認される。 保管日数が伸びても、飲み水や給仕は不可能で、動物福祉の観点で難がある。厚生労働省が32施設中28施設を調査すると、搬入から処理終了までに、約半数が12時間を超えて24から72時間など、想定外に長時間の施設も存在し、輸送時間も含めると最大4日間の事例も見られた。 改善に農家の出荷調整の協力も必要不可欠で厚生労働省、農林水産省はそれぞれが過去に3回通知を発信したが2020年時点でも長時間放置が確認される。ン化下落時に受給調整で発動される成形更新空車延長事業は事業発動期間中に鶏を出荷すると 災難用鶏場は奨励金を得られることから出荷が集中し永続的に再発しない解決策も求められる。日本のバタリン刑事にはが一つの刑事に収容されている近年、バタリン刑事による飼育方法がアニマルウェルフェアの観点から問題視されており、諸外国は250以上の多国籍企業が鳥の刑事飼育の廃止を宣言している。 EU は1999年にバタリー刑事の使用禁止が決定になり2012年から施行された。アメリカはカリフォルニア州、マサチューセッツ州、ミシガン州、オハイオ州、オレゴン州、ワシントン州がバタリー刑事の廃止を決定している。日本の養鶏業界は欧米とは気候風土が大きく異なり鳥病問題にも 大きな影響を与えることから我が国における、経ラン産業に実害を及ぼさないように取り組むことと、すると述べている。日本畜産技術協会は、2011年に、アニマルウェルフェアの考え方に対応した、採卵鳥の使用管理指針を出して、飼育方式やスペースについて指針を示し、ヨーロッパで進められている改良型のエンリッチドケージなどを紹介しているしているが、 2018年3月でバタリー掲示は規制されていない。過剰生産で卵の価格が下落した際に発動されるもので2010年に始まった事業を。鶏卵の標準取引価格が安定基準価格を下回る日の30日前から安定基準価格を上回る日の前日までに更新のために生計を出荷し、その後60日以上の空車期間を設ける場合に、 奨励金を交付するという内容。出荷先の職長処理場にも1は23円以外の奨励金が交付される。これは、鶏卵価格差補填事業とともに、鶏卵生産者経営安定対策事業のうちの一つであり、2018年度の鶏卵生産者経営安定対策事業予算額は48億6200万円にも上る。成形更新。 空車延長事業の成形出荷期間は、配取処理場に出荷が集中するため、配取の長時間放置問題が起こりやすく、生産者、処理場間の出荷調整が強く求められる部分である。ブロイラーの屋内飼育に行くように、商業利用される鳥のことをブロイラーを呼ぶ。乱用の鳥の飼育期間が1から2年であるのに、対してブロイラーの飼育期間は短く、 成形に達する前の生後50日ほどで出荷、屠殺される。鳥に寄生して、吸血を行う、ダニの一種で、日本全国で寄生している。月に1回程度の薬剤散布が行われるが、無吸血でも9ヶ月生存し、生まれて9日で産卵開始するため正常化は難しい。使用される薬剤は、スピノサド、ネグホン、ボルホ、エトブ、バリゾン、ゴッシュなどがあり、 炭剤では100%の致死効果が得られなかったり、同一薬剤の長期連続使用は薬剤耐性につながるため複数の薬剤が使用される。散布時の薬剤は鳥にも降る。吸血された鳥は、かゆみ、吸血部分の脱痛、皮膚炎、貧血などを呈し、死亡例も見られる。平成31年2月に日本から台湾へ輸出した卵から、 スピノサドが台湾の残留農薬基準値 0.05ppm を上回る 0.14ppm が検出されて輸入が差し止められた。日本の基準値は 0.5ppm で台湾や香港の 0.01ppm に比してゆりありがとうございます。